三つさんは、大分県武田市と九州町の境界に位置する山であり、九州連山を形成する火山である。九州連山の代表的な登山口である、長蛇ヶ原から見て正面に位置する山で、どこから見ても三つの峰が見えることからこの名がある。しかし、実際には、本方、南方、北方、西方の四つの峰から構成されており、最高峰の本方に、 標高1744.67メートルの山東三角点が設置されている。北方の山中には大鍋、小鍋と呼ばれる二つの加工跡がある。大和渓谷舎剪定の九州百名山、日本山岳海東九州支部剪定の大部百山に選ばれている。三股山は飯高西流以降から約1万5000年前までの火山活動によって形成され、 複雑な構造をしている。貝から順に、西方を中心とする三股山噴出物下部、指山溶岩、湯沢山溶岩、本方を中心とする三股山噴出物上部に区分される。西方と本方は溶岩ドームであり、周囲を火砕流斜面で取り囲まれている。三股山の北西側に見られる松の大岩節なだれ堆積物は、以前の研究では、 潜水産起源と考えられていたが、2000年以降の研究では堆積物中の木片の年代測定より、三股山火山成長途中での火山体崩壊が原因と考えられている。僕の都藤下展望台より望む三股山と星星、山、山並ハイウェイ、朝日台より望む三股山と星々三歩が、鶴から見た。 三股山湯ぶ岳の山頂から見た九十連山と三股山、ありがとうございます。